皆さんこんこにちは田島大輔です前回はですね今書いている本の原稿の話をしたんですけれども、まあ、いよいよこう大詰めになって今あの表紙が決まったところなんですね。でまあ表紙本の中で多分表紙はあの、まあ、どれぐらいのその期限なのかっていうことにもよるとは思いますけど、まあ、一般的には多分原稿が出来上がってでまあタイトルが決まってそれでまあ表紙が 決まっていすよね。なのでまあ多分あの原稿を書きながら、まあ、出版まで短い場合は同時並行するかもしれないですけれども、まあ、順番にやっていくとしたら多分表紙が決まるのは、まあ、最後の方なんだと思うんですね。で、まあ、表紙がいよいよこうデザインの候補がこう決まってきて。 でどれにしますかっていうことを、まあ、今週やっていたんですねでまあその編集の方からですね、まあ、デザイナーの人に、まあ、そのイメージを伝えてで、まあ、いくつかのこうデザイナーの方の案を作ってくださるんですねまあ一個だけっていうよりは多分そのバリエーションをいくつかこう作ってもらってその中でまあ選んでいくで まあその中でこうまあ大枠を決めながらまあ最終的にこう,うんまあ完成形に近づけていくんだと思うんですけれどもだからいきなり一個だけの,あのデザインというよりは多分パターンがこういくつかあってまあその中からこう絞り込まれていくまあそれをベースにまたこう修正をかけていくっていうことだと思うんですけどじゃあそのうんデザインがですねこういくつか出てきた時にに やっぱりその、まあ、明らかにこれ違うよねっていうのもあればいやこっちとこっちどっちがいいんだろうかってあの迷うものもありますよねあどっちもいいなというのはやっぱりあるわけです。で、まあ、今回のその方のデザインこれあの、まあ、多分小さくて見づらいとは思うんですけれども、まあ、これあの全部6つこう今並んでる ですけどあのまあ、多分この今のサイズだとちょっと違いが分かりづらいと思うんですけど、まあ、色が違ったりとかですね背景のデザインがちょっと違っていたりとか文字の色が違っていたりとか文字の太さが違っていたりとか実はこれ一個一個あのまあ、遠目に見るとみんな同じように見えるかもしれないですけれども、まあ、全部違うんですね。でまあ、実際のそのそ、うん なんだろうなまあその画像データパソコン上で,で見ているデータと今これあのプリントアウトしたものなので実際の仕上がりとはまたちょっと違うと思いますし画面とも違う部分があるんですけど、まあ、この中から一つ選んでいく必要がある。でその時に、まあ、この6つの中から、まあ、2つにこう絞り込まれるところまでは。 まあもしかしたらあの比較的スムーズにいくかもしれないでもこっちとこっちどっちにしようかっていう最後の、うん、でもだいぶこのなんだろうイメージが違うどっちをあの選ぶかによってだいぶ雰囲気が違うところまでこう来たんですねで、まあ、そうすると迷うわけです、うん、どっちにしようかな,なんかいろいろイメージしてみるわけですね、まあ、これは今ちっちゃく印刷していますけど実際のこうサイズに。 近づけてまあ本のに近づけた大きさで印刷してみて、まあ、置かれてどうなのかなとまあやっぱりこれは本そのものではないので本になった時にどうなのかっていうのはこうイメージする必要があるわけですね。で例えば書店で置かれる本であれば書,書店に置かれた時にどうなのかなとかまあこれはあの背拍子はないので背拍子とかねあの裏拍子とか全体の中でまあその うん、ボリューム感もある中でこう厚みがある中で、まあ、どういうふうに見えるのかな下地がこう白の場合と、まあ、もう少しちょっとこう全体に色がかかっているものでもだいぶ雰囲気が違いますよね。なのでそういうことをこうイメージしながらまあでもなんかどっちも、まあ、ありうるっていうかねどっちもいいなと、うん、いう時にやっぱりすごくこう、うんまあ、自分の中でこう まあ、例えばその選択を任されているんだとしたらもうあのここまで絞り込まれたのであ,のあとはもう著者の,あの、まあ、判断であのいいですよっていうことを、まあ、例えば言ってくださっていて、まあ、自分が選ぶ必要があるとし、まあ、選んでいいとしたとしたらやっぱりその2つぐらいの中でどっちにしようかなというのをすごく悩むでそうすると、まあ、何をするかっていうと周りの人に聞くわけですよね。 まあこれからあの出版される方なので多く広くこう聞くっていうよりは身近な人にまあ聞いてみる。でそうするとまあこ,こっちとこっちどっちがいいですかっていうとやっぱ見せられた人もうーんって迷う、まあ、どっちもいいけどまあしいって言えばこっちかなで理由はっていうとまあこうだからっていうのもこう伝えてくださる。で他の人に聞くと「いやこっちの方が好みだわ」と。えどうしてって聞くと。 まあこれこれだからうんなるほどね、まあ、どっちもこうあのその通りだなって思うその意見があるわけですよねじゃあまた他の人に聞いてみるそうするとあこっちがいいでそれはこういう理由だからあ,あなるほどそれもそうだよねで実は聞きは聞くほどあの、まあ、判断する材料が増えてるっていうよりは迷う材料が増えている可能性もあるわけですよね。 やっぱりその自分で決めなきゃいけないんですねだそこはここううう自分ででで、まあるる意味で責任を取かかどうかっていうところですよね、まあ、やっぱりその他の人に聞くっていうのは、まあ、もちろんあの自分自身の思い込みであったりとかもっといいアイデアがあったりとかあなるほど自分はこう見えてるけど他の人にはこう見えるんだっていうそのものの見方 自分がとらわれてしまっているものの見方を外すために他の人に意見を聞くってことはすごく大事なことだと思うんですけれども、まあ、一方でですねその判断を保留している中で、まあ、最後こう自分がこう責任を取るかどうかっていうところですよね。まあ、自分がもう責任を持ってもうこっちだと決めるかどうかっていうのが、まあ、最終的にはやっぱり大事だと思うんですね、まあ、ど,っちかどっちもあり得るよね。 でまあ、両方選べるものであれば両方選ぶっていうチョイスもあると思うんですけどで、まあ、これもね例えばこっちバージョンの本とこっちのバージョンの本っていうふうに、まあ、2冊同時表紙が違うバージョンっていうものも作れるとは思うんですけどまあコスト的にね初めは難しいかもしれないですし、まあ、増刷をしていけばそういうこともできるかもしれないですけど初めの段階では1個しか選ぶ 今回は多分選ぶことができないとしたら、まあ、そこで自分がもうどっちだと。で、まあ、どっちを選んでも結局自分自身でその結果を自分で引き受けるかどうか。で自分はこういう思いでこっちを選びましたっていうことを自分で決めるかどうかっていうのがや,やはり最終的には大事なわけですね。どっちが正解っていうよりもどっちでもどっちの未来もあり得るわけです。でその時に自分が選んだこういう選んだ理由で選んでその結果は自分で引き受けるんだと。 いううこととが最終的ににその決断にはこう、まあ、必要なんだと思うんだ思ですねでもやっぱりそこがこう決断があのなかなか自分で、うん、できないっていう人は自分でその結果を引き受ける自分がこういう思いでやるんだとだから他の人の意見他の人にどう思われるか、まあ、そこも大事かもしれないですけど最終的には自分がこう思ってこれを選んだっていうことを、まあ、自分が責任を持ってこう言えるかどうか。 でそれはあの正解かどうかは分からないですしもっと他のねあのベストな方法はあるかもしれないですけど少なくとも自分は今この限られた選択の中でこっちをこういう理由で選びましたということを、まあ、ちゃんと自分自身でこう、うん、持ってればどっちか選べたとしても、まあ、そのことに対してあっちも良たかったかもしれないかなということを考えるんじゃなくて、まあ、その選んだ方の未来 に向かっていいけばいいと思うんですねなので、まあ、迷った時は、まあ、自分がその決断をその結果を引き受けるかどうか、まあ、そこが最終的に大事になってくるでそうすれば、まあ、自分がそれを自分で決めたっていうことが大事だと思うんですそれはあの、まあ、今表紙の例を言いましたけどゴールもそうですよねゴールももちろんあの2つ同時に持てるゴールだったら同時に2つに持てばいいしでもどっちか 選ばななきゃいけないけゴールもあるかもしれないあるいはゴールに向かうプロセスにおいて必ずやっぱり選択肢はたくさんあってどっちも良さそうだなでもどっちかしか選べないなっていうこともあるかもしれない、まあ、その時に自分が結果を引き受ける自分で決断する自分が責任を持ってやるっていうそのまあマインドの使い方がやはりそのゴールに向かっていく上ではすごく大事になってくると思うんですね。だからゴール 自身に対して自己責任ということも大事だけどゴールに対するプロセスについても、まあ、広く他の人に自分のすこと間を外すためあるいはものの見方取られてるものの見方を取られないようにするためにいろんな人の意見を決めるあの聞く必要あるかもしれないですけど最終的にはやっぱり自分で決める自分で選ぶ自分で責任を持ってこういう理由でこっちを選びましたっていうことを、まあ、習慣づけることによって まあスピーディーに早くまあ決断しながらまあ決断した結果で先の未来で軌道修正が必要だなと思ったらすればいいんであってまあその手前のところでまあその迷ってるのは大体こう自分で責任をまだ引き受けるって覚悟ができてないことが多いんだと思うんですね。なのでまあ自分がもうこういう理由でこれを決めましたっていうその選択に対するまあ自己責任ということをまあ自分でしっかりこう持つ。 まあそういったマインドの使い方を心がけていけばどん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 ゴールに近づいていきますしそれが実際にこう近づいてくということが物理的に現実世界にどんどんこうそれが降りてくるっていうことですよね。なのでまあその選択に対する自己責任選択は自分で決めるっていうことを習慣づけるといいと思います。